まれ高いエドマンド王も昔と変わって旧国の英雄がまるで抜け殻。裏通りは怪しい魔術師や犯罪者が我が物顔で歩き回っておるわ。先ほどコルネリウス王子を通りで見かけたよ。最近の王子は怪しいこの界隈によく現れなさる。何やら人が変わられたようだ。どういうことだ？コルネリウス。私がいるだって。おかしいよね。そんなバカな。こうやって忍び込んだのはいいが、何と言って父上に切り出そうか。まずい、誰か来れ。ひとまず柱の陰に隠れよう。あいつめ、今になって約束をたがえる気か。私だ、私がいる。いざとなれば少々荒い手を取るしかないな。何のために王子を陥れたというんだ。こいつがこの苦境の元凶叩き伏せてくれる。コルネリウス、コルネリウス、ここにいたのか。どうじゃ、決心はついたか。もちろんです、父上。お言いつけ通り、森に住むあの娘とはきっぱり別れます。なんだって。よし、日が変わらぬうちにすぐに森へ行って伝えてこい。お前には国益を考え、オーダイン王の娘との縁組を考えておる。父上の仰せのままに。その代わりといってはぶしつけですが、教えていただきたいことがあります。何？王家に代々伝わると言われる秘術。そんなものはない。何をしている？早く行ってこい、すぐに行け。どうしてあやつは秘術のことを。父上。何者だ。どうか真実をお聞きください。私こそがあなたの息子コルネリウス、本当のタイタニア王子。あれは私に化ける偽物です。よう活毛というのだな。たばかるでない獣よ。家を捨てると言って飛び出した。あの時より私は変わってしまった。なぜそれを。しかし私は実の息子。父上なら見分けてくださるはずです。まさか。いやいやいや、何を申す。待て、その剣は一体どうした。冥府の恐ろしい声の主から、タイタニアの王子なら義務があると渡された剣です。見違えるわけはない。その血塗られた剣を、冥府の恐ろしい声。おお、まさかそんな。その呪わしい剣を持って世の前から去れ。父上、どうなされたというのです。お前の言うことなど知らぬ。それはあんまりなお言葉。天に誓って、私はコルネリウスです。試してみてください。過去の思い出を1から10まで答えてみせましょう。そいつを追い出せ。何をしている。早く。父上。情けない。なんという孤独だ。父上に信じていただけず、このような扱いを受けるとは。死の女王が言うように、抗っても無駄なのか。いや、諦めるものか。この胸には愛しい姫がいる。あの偽物、ベルベット姫に会いに行くと言っていたな。イルリットの森か。よし、やっていきました。
さて、このマップは、とりあえずまずはまっすぐ進んでいけばいいんだね。いきなり戦いたい。バトルステージ早いな。オッケー、ゴー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 。こっちで。もう終わった？あ、もう出てくんじゃないし、死んでまい、バカタレ。もう来なくていいんだよ、全部倒したろ。おお、なんか可愛らしいものが。こっち走ってき、気持ち悪い、あいつ。そんな可愛くなかった。よく見たら気持ち悪いわ。びっくりした。敵かと思ったわ。はい、オッケー。全部倒したかな？いやー、まずステージクリア。おいえい。ランクエース。はい、パンパカパーン。よこせー。さて、お次もまたこっちだね。うん。あ、またバトルステージか。はい、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 はい。ただのクマが出てきてる。はい、痛いな、やめろ。イエーイ。はい、これも終わり。早いな。今回早かったね。弱いし。まあ、ただのクマだからね。何のファンタジー感もなしだから。で、お次、あ、保存プリズムがこっちにあるな。どうしようか、取りに行こうか。あ、でもこれ、ボスバトルになるかもしれないね。まあ、いいか、行こう行こう。よし、来た。あ、ならないのね。普通の敵か。OK、OK。わ、これ、蜂の猿じゃない。これがやばいんだ。早く破壊しないと。めっちゃ出てくるからね。はい、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 OK、OK。オッケー、蜂注意、蜂注意、蜂ってやばいじゃん、蜂って痛いじゃん、すぐ蜂って世界最強じゃん、なんの。よくわかんないけど強いのは確かだからね。わ、あっちにも蜂の巣あんのか。こっちにもあるね。蜂の巣は普通に怖いわ。人間としての恐怖を覚えるね。なんか反射的にもうなんかちょっとトラ、なんていうの、拒否反応を示すわ。よし、これで終わりかな。ふう、ステージクリア、よかったよかった。このステージ8の巣もあるからね、8も出てくるんです。はい、これで保存プリズムゲットですが、おーイエーイ。サンダークラウド、おほほほほ、クラウドか、どっかで聞いたことあるな。いや、すごい名前だね。これもまた強そうだけど。んでと、お次は、どうしよう。あ、下行こうか、じゃあ。あ、OK。でと、またバトルステージね。カモン。わあ、中ボス来たよ、これ。こっちも倒したことあるね。これ、めっちゃ簡単倒せた気がする。この前戦った時は。はい、OK。弱いね。うん、弱い弱い弱い。なんか頭取れたんですけど、怖い怖い怖い。怪奇現象かな。まあ、ニョキニョキって生えてくるんですけどね。植物ですからね。え、ゴー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 。あ、もう息いける、息いける。後ろからクマ来た。後ろから来た、クマ来たけど、ガムシガムシ。頭取れないで、ちょっと植物とはいえ怖いからね。はい、オッケー。はい、ゴー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 。あとちょっと、あとちょっと。はい、はい、はい、これで終わり。グー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 、レッツゴー。もう終わりました。早いな。はい、中ボス撃破。えいゆー、よこせー。おー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 、社員か。社員たくさん持ってるからいらねえな。で、おー、なんかオーブンみたいなのあるよ。あれ取りに行こうよ。こっちだな。あれなんだろう、気になるわ。はい、オッケー。ドキ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 。邪魔すんじゃねえ。死にたくなければ邪魔すんじゃねえ。まあ、殺すのは殺すんですけどね。うわ、蜂の巣、蜂の巣。あかんあかんか。これは逃げるわ。バトルセーブ。カモーン。えいゆ。えいゆ。なんでお前だけ色ちげえんだよ。ちょっと強いの来たな。なんか一匹だけ茶色なんですけど、なんか意味あんのかこれ。茶色は強いのか。死んでたね。あれ、茶色弱っ。茶色が何よりも弱かったわ。あ、これだね、聖なる水晶。これいいんじゃないの。あ、アイテム取れない。ね、いらないものを捨てて、骨いらねえな。骨捨てて、
そして聖なる水晶を取ろうよ。はい、ゲッチ。これ装備アイテム。どんな効果があるんだろうね。身代わりに一度だけ、HP を100回復して。おー、いいね、マジで。めっちゃいい効果じゃないですか。半端ねえな。これ絶対取っておいた方がいいね、みんなも。取り忘れないようにね。万が一失敗しても身代わりで HP100 で復活するってことだもんね。これどっち行くのが正解なんだ？とりあえずもうこのまままっすぐ進んでみようか。こっちね。左に進んでいきましょう。うわ、うわ、うわ、めっちゃ8、めっちゃ8。めっちゃ8。8はやめて。普通に怖い。5、5、5、5。降りれない。よし、次だ。はい、ここも素通りだーい。バトルステージ。あー、またミニバトルか。え、なにこれこれ、なにこれこれ、なにこれこれ、怖い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 。マンティコア。あ、これは戦ったことないね。あ、これ初見になるわ。あ、でも普通に倒せるわ。オッケー、初見だけど余裕だわ。はい、こう、おお、えぐいダメージだな。どこ行った、どこ行った。あららららららら。はい、こうこうこう、すごいダメージ。全然大したことない。俺からしたらただの猫だね。猫、猫なの、猫科だよね。マンティコアってライオンだよね。合ってんのかな。いや、猫っぽさはないけどね。大して強くないという意味を込めて、俺からしたらただの猫。犬ではないよね。犬科なのか、違うよね。え、ゴー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 。おー、いいね。もう簡単倒せるわ。オッケー。はい、オッケー。どこ行った？どこ行った？わっ、危ない。急なジャンプやめろ。よっしゃ、あと1ゲージ。あー、ミスった。どこに突撃している。あい、オッケー、死んでまい、死んでまい。あい、オッケーオッケーオッケー。レッツゴーレッツゴーレッツゴー。イエース、グッバイ。これも早くも討伐完了。ヘイユー。アイランク S ランクいただきました。ほんで、あ、またこれ、この先保存プリズムあるね。行こうか。またあんの？じゃあ、ここだね。行こう。強敵挑みますか。行きましょう。ボスではないけどね、この。強敵か。よっしゃ、行こう。トライアルステージ。またこいつかい。うわ、これなんか、うわ、2体同時か。わーわーわー、出た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 。マジか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 。でも先倒しとるからね。焦ることは何もないよ。これ倒せば保存プリズム手に入るんだ。絶対倒していこう。先思いっきり倒したからね。別に挑まなくてもいい敵だからね。ストーリー上はまた関係ないから。はいはいはい。ちょ、社員使おうか。社員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 。目くらまそう。たくさんありますからね。ほらほらほら、混乱してる混乱してる。今攻撃チャンスでしょ。ほらほらほら、互いにダメージ与えれるよ。ちょうど重なってるからね。オッケーオッケーオッケー。ゴー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 。これいいわ、これいいわ、これいい、これいい、この技いいわ。本当にダブルで与えられるっていうね。うおー、いいね。うまく重なるタイミングがないか。また重なる。ないな。あ、来た来た来た。このタイミングでまたシャインを使う。はいはいはい。これ。これだ。あ、一匹しかかかってないよ。嘘でしょ。わー、いかん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 。リッキーかけようと思ったんだけどな。毒にもなってるし、知らない間。なんでだ？あ、ぬぬ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 。オーマイガー、オーマイガー、完全はめられてる。あ、こっちも混乱してんのね。気がつかなかった。ゴーゴーゴー。あとちょっと、あとちょっと。はい、オッケーオッケーオッケー。あと1ゲージ。とりあえず片方から倒していこう。はい、オッケー。どっちだ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 、どっちを倒せばいいんだ。あ、もういい、どちらもいい。とりあえず目の前にいるもんを倒せば。蜂が邪魔いな。よし、ゴー。イエース、1匹倒した。ナイス。ハチグバイ死ね。サッカー邪魔だ、さりげに。体力ピンチってるし。よっしゃー、ええだろ。ドグ、このすれ違い恋かな。今僕は恋をしてるのか。ノノノノノノ。体力ピンチ、体力ピンチであるが、もう勝てる。あとちょっと、あとちょっと、あとちょっと。イエスイエスイエス、おーイエース、ナイス、討伐完了。よかった。ホーイエース。難しかったね。
まあいいや、フォーソンプリズム手に入りますのでね、ぜひみんなもチャレンジしてみて。まあ簡単な相手ではあると思うけどね。何手に入るのこれ。多分強いやつだよ。うん。スパイラルホースですね。いちいちかっこいいっていうね。空中から真下へ高速移動し、その場で、高速落下し、その場で、切りもみ攻撃を、切りもみ切ってもむのそれ攻撃なのかな、マッサージじゃないかな、違うのかな。で、こっち来たのはいいんだけど、ボス戦はこっちにはなかったね。これ一回全部戻らないとダメなパターンかな。だよね。こっちじゃない。多分これ下行けばよかったのかな。次、こっち行ってみようか。うん。アイバトルステージ、またね。カムカムカム。たくさんの中ボス倒してきてるからね。別にもうザコ一匹に関係ねえや。むしろカムカム。レベル上げカムカム。レベル上げのためカムカム。来て来て来て。呼んでもないの来ていいよ。はい、ゴー。エース。あおいえ。倒したかな。ふう。まだ生きてる。死んでないバカタレ。来んじゃねえ。死ぬとき死になさい、あなた。よし、じゃあこのまま右に進んでいきましょう。そうするとボス戦が来ると思う。おお、クマがたくさんいる。どけどけどけ。坂道車が来るんじゃねえ。お前邪魔だろ。道通せもすんじゃねえよ。殺すしかねえだろ。いや、うわー、暗い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 。嘘でしょ嘘でしょ、なんでこんな暗いの。バトルステージだから全部倒さないとダメだね。この暗さの中敵が見えないけど、かも来んな来いよ。敵も見えてないんじゃないこれねえ、まあ見えなくてもいいや。大して強い相手じゃないし。はい、オッケー。空飛ばれてたら厄介だけどね。飛んでないからね。あ、いたいたいた。うん、やめろやめろ、殺すぞ。攻撃するんじゃねえ。ぬぬぬぬぬ。こいつ強いな。よっしゃ、ナイス。うわーじゃねえよ。うわーじゃねえんだよ。あ、まだいる？あ、いたいたいた。気づかなかったわ。目の前にいたね。ここにもいる。よし。いたでしょ。もうこれで終わりでしょ。まだいる。めっちゃ来るじゃないですか。予想以上来るね。もう終わりかな、もう終わりかなと思ったら来るんだよ。めっちゃ動き早いやついる。お前か。ちょこまかすんじゃねえ、腹立つ野郎だな。イエー、ステージクリアだ。いや、これ見にくいステージだったがやりにくかった。よく S ランクも取れたな。よく取れたもんな。自分でもびっくりしてるよ。やりにくいな、ここ。こっち。あ、これ行き止まりじゃないですか。わお、マジっすか。こっち来ても意味なかったね。あー、また出てきてる、指摘。出てくんじゃねえっつってんだろ、お前。人が宝箱取ってるとこ来んじゃねえよ。こっちじゃないのね。じゃあ上行こうか。ボス部屋どこあるんだ。ね、たくさん来てる。ここがスタート地点だったでしょ。あ、この上か、やっぱ。この、こっちっぽいな。ちょ、こっち方面に進んでいこうか。お次、こっち行きましょうか。はい、バトルステージ、カモーン。うわ、カエルカエルカエル、カエルカエルカエル、カエルカエルカエル、ここ、あー、でかいカエル、でかいカエル、絶対毒吐く。だよね。もう色合いから絶対毒吐く。これで毒吐かなかったらもうびっくりする。ちょっと怒る自分もいるかもしれない。こんな見た目してて。見かけ倒しもいいとこなんだ。完全毒吐くからね。てかもう入ってるからね。よっしゃ、トボつかんでよ。毒へ、欲しいよ。またかい、また来んのね、大きいカエルさん。よし、倒した。よし、えい、ー、しない、痛恨の一撃ですわ。よし、次々出過ぎじゃないかな。あー、長かった。結構ここまで中ボスだったらいろいろ倒してきてるけどね、まだボス部屋いけないね。多分こっちあると思うんだけどね。バトルステージ、カモン。よかった、カエルじゃなくて。言ってたカエル出てきそうだけどね。まあゴブリンですね。
ゴブリンはいいんだよ。赤ゴブリンはちょっと強いからね、普通のゴブリンと比べて。レッドキャップか。あー、毒になっちゃった。最後うぜえなこいつ。もう死ね死ね死ね、全部まとめて一気にドーン。イエーイ、今の気持ちいい。一匹だけ残ってんじゃねえバカ野郎、死ね。空気読めよ、あの流れで普通死ぬだろみんな。しこ、あーいえ気持ちいい。はい、死ねー、みんな死んでまえ。だから死ねっつってんだ、あの流れで。なんで死なねえんだよお前、毎回じゃないか。ちょっと体力多いからねこいつだけ。死んでまえ、空気を読みなさい。そっから始めよう。はい、ステージクリア。アイエースランクありがとう。ラウンドマスター、あーよかったよかった。ボスこの先あるね。ふっ、行こうか。まあでもちょちょいのちょいで行きますわこれ。もう怖いものはないね。オッケー、じゃあボス行こう。ここのボスって何？はい、3章の4幕。あの時も彼女に会うために道を急いでいた。そして今の不幸にいたな、あれだ。ん？遅かったな。現れるのを待っていたぞ。何者だ？私が戻るのを知っていたとでも言うつもりか。私をこんな姿に変えたのもお前だな。何が狙いだ？やすやすと教えるわけがないだろ。私の剣は鋭い、口を開かせてみせるぞ。これでも俺を切れるのかい？王子の恋のお相手、ベルベット姫だ。どうした？恋しい姫がここにいるのに、愛の歌でも歌ってみたらどうだ？それとも添い寝をご所望かい？姫、これは一体。色恋の熱に浮かされて疑うことなど微塵も知らずか。目覚めれば真実は残酷なもんだ。嘘だ、彼女はお前とは違う。お前のようにぬくぬくと育った箱入りを見ると腹が立つ。この愛する者の手によって恋焦がれて盲目のうちに死ぬがいい。黙れ、お前があの方であるはずがない。偽物ベルベットですね、本物ではない。なら容赦なく切れるね。これもまたストーリー中に一回倒してますからね。本物じゃないなら遠慮なく切る。本物でも俺は遠慮なく切るけどね。え、来てきたしね、今まで。あ、オッケー、ゴー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 。ギャじゃないよ。キャじゃないし、ギャじゃないよ。遠慮なく切るから、ごめんね。ストーリー上あまり切らない方が盛り上がるかもしれないけど。俺切っちゃうから、それも割かし空気読めないとこあるからね。オッケーオッケー、まず1ゲージ減らした。はいはいはい、もう見えないとこでも切っちゃうっていうね。動画的には最悪だけどね。ゴー、すごいダメージ。はいはいはい、ゴー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 。カエルが邪魔いな、あの毒ガエル出てこねえよな。大丈夫だよな。わわわわわ、恐ろしい恐ろしい。逃がさん。ゴー、やらせねえよ。あと2ゲージだな。やらせねえよ。ノー、あぶねえ、サイクロンか。ならこっちもね、使わせてもらいますよ、本当にね。あ、でもこのタイミングで使っちゃダメだな。どんどん、危ない危ない危ない。あ、どん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 。こっちも使いますよ。社員がクソほどあるんでね。ほら。当たってる？当たってないよね。社員外れたね。オーマイガー。さあ行く。あ、ボルケーノが落ちて。ドゥルルルーン、ボルケーノ、こういう時に使わないでどうすんのよ。ボドドド、ボルケーノ、ボボボ、ボルケーノ、燃えろ。おお、すごいダメージ、やばいね。今めっちゃ効いたよ。さて、もう残るあと1ゲージ。ゴー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 、じゃあ行こうゴーゴーゴー、決めよう決めよう決めよう、試合を決めよう。はい、この一撃、この一撃、
試合は決める一撃。ノ危ない危ない、どこ行ったあいつどこ行った、はいはいゴー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 、はいレッツゴー、無事討伐完了、イエーイ、ほーナナナナイス、舐めるなよと。何よりもボルケーの攻撃が一番強かったけどね。恐るべき剣よ、お前は何者だ。姫ではあるまい。俺はイングベイ、ベルベットの双子の兄弟だ。あの人の兄弟だと見れば、その面立ち確かによく似ている。どうして私を陥れたのか聞こう。死の国へまで落とした理由だ、答えろ。死の国だって、そんなことは知らない。だがお前にプーカの呪いをかけたのは俺だ。お前なんぞに可愛い妹を渡してたまるか。もう元に戻る方法はないぜ、ベルベットは諦めろ。その姿では釣り合わない。貴様、俺を殺すならやってみろよ。兄の血に濡れた手であいつを抱けるのならな。イングベ、どこ。ベルベットが来たぞ。ほらどうしたコルネリウス。その姿を見られてもいいのかい。ベルベット、許さぬぞ。イングベイ。イングベイ、どうしたの、傷だらけだわ。何でもない、心配するな。私に隠れて一体何をしているの。怪しいわイングベ。お前こそ俺に隠れて、あんな男と王政を重ねて。あんな男ではありません。コルネリウス様はご立派な方です。だが近頃は会いにも来ないようじゃないか。諦めろ、そういう男だったのさ。きっと何か理由があるのです。その鎖を返して、いくらあなたでも勝手には持っていかないで。やはりお前がそんなものを振り回すのは良くない。安穏と平和に暮らしていればいいんだ。私たちに平安などないのは知っているでしょう。なさねばならない私の役割もあるのです。はい、じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。次回の実況もお楽しみに。グッバイ、また会いましょう。